ベネシュ布告とは第二次世界大戦期にチェコスロバキア亡命政府が議会の採決なしに発令施行した一連の共和国大統領令の総称である。現在では戦後のチェコスロバキアにおけるドイツ人やハンガリー人の地位に関する大統領令を指すことが多い。チェコスロバキア大統領を務めたエドバルド、ベネシュ大統領令はロンドン亡命政府時代にエドバルド、 ベネシュ大統領が署名した法令で1940年から1945年までロンドンで発行された亡命政府の官報、チェコスロバキア官報で発令された。また1945年4月のチェコスロバキア解放後も議会体制確立までの間、亡命政府に引き続き国民宣戦主導の第三共和国政府が大統領令の形で法令を発令した。 ロンドン亡命政府時代の1940年7月21日のチェコスロバキア共和国の国家成立に関する暫定的諮問機関としての国会委員会設立に関する憲法命令から1945年10月27日の刑事訴訟手続きにおける請求権の制限に関する命令までの計143件が発令された。このうちロンドン亡命政府によって45件。 第三共和国政府によって98件が発令された。このうち第三共和国時代の98件については現代も問題となっているドイツ人及びハンガリー人に対する戦後処理法令が含まれるものの公式業の接収と国営会社転換を定めた命令など大半は戦後新体制の確立に必要な各種制度制定に関する法令である。 これらの大統領令は1946年3月5日に暫定国民議会が憲法法を可決したことによって訴求的に承認されたが、後に大統領令に代わる法律の整備に伴い半数が廃止された。第三共和国政府は1948年4月13日、ドイツ人及びハンガリー人に対するチェコスロバキア市民権返還に、 関する政令を施行し、大統領憲法令和1945年法律33号で市民権を停止したチェコスロバキア国内に居住するドイツ人やハンガリー人について制限付きで市民権回復を認めた。さらに、翌1949年には同政令に代わるドイツ人に対するチェコスロバキア市民権返還に関する政令が施行され、 ほぼすべての国内ドイツ人に対し市民権回復を認めた。ベネシュフ国は1945年から1947年にかけてチェコスロバキア国籍のドイツ人およそ260万人をドイツやオーストリアに強制移転した事件との関係で争点となっている。チェコスロバキアではチェコを支配下に置いたナチスドイツや ナチスによるチェコスロバキアの混乱に乗じて、スロバキアに侵攻し、中世ハンガリー王国のント復活を狙った、ハンガリーへの利的協力行為があったとして、ドイツ系及びハンガリー系住民に対し、財産没収やドイツ、オーストリア、ハンガリーへの国外追放を行った。ベネシュフ国では、ドイツ系及びハンガリー系住民全体に対し、内通者や利敵協力者として、 市民権を停止し、財産没収を行った。この過程で、チェコスロバキア国内のドイツ系市民の約90%が国外追放された。また、チェコスロバキア解体のきっかけとなった、ズデーテン地方のドイツ併合に、ドイツ系住民が大きな関わりを持ったことから、チェコ人の被害がドイツ系住民に集中した。一方、 ほぼすべての大統領令で処罰規定は反ファシストには適用しないことが明確に謳われていた。この反ファシストには明確な定義が与えられておらず、結果としておよそ25万人のドイツ系住民がチェコスロバキアに留まり、後に反ファシスト運動や国内産業の発展に貢献した人物もいた。布告の半数は後に廃止されたが、一部は チェコ共和国及びスロバキア共和国で現在も法的に有効である。両国では第二次世界大戦の結果を覆すことに結びつくとしてベネシュフ国の効力停止に消極的姿勢を示しているが、隣国のオーストリア、ドイツ、ハンガリーとの間の政治関係に尚影響を与えている。チェコスロバキア国内から追放されたドイツ系住民が組織する ズデーテンドイツ人協会は、集団犯罪の原則に基づいて、ベネシュフ国の廃止を求めているものの、ヨーロッパや国際的な法廷は、人権に関する国際条約が、ベネシュフ国以降に発行しているとして、ベネシュフ国に関連する案件の裁定を拒否している。また、チェコのミロシュゼーマン元首相は、追放に対する賠償問題に発展する潜在的可能性を指摘し、 不告の廃止は検討するべきではないと主張している。スロバキア共和国国民議会は2007年9月20日、スロバキアのハンガリー人政党の一つ、ハンガリー人連立党が提出した、ハンガリー人に対する賠償法案を否決した上で、戦後不告に関する異議申し立てを拒否する国民議会決議を採択。戦後処理は、ナチズムの敗北と、 国際法の原則に基づくポツダム会議の結論に従ったものでチェコスロバキア共和国及びスロバキア国民議会が行った戦後の決定は差別的観光に基づくものではなくこれに関して現在新たな法律を制定することはできないとして布告に基づく戦後処理による関連法令の制定及び財産処分の結果について不可侵を宣言したこれに対し スロバキアなど中世ハンガリー王国主配地だった周辺諸国のハンガリー系民族保護政策を政権公約として掲げるハンガリーの賞を読むラースロー大統領は不快感を示し2009年には民族主義者を刺激するとして混乱を懸念し訪問を見合わせるよう求めたスロバキア政府の要請を無視しスロバキア南部コマールの市のイベントに使用で出席するとの名目で マスコミを集めて、徒歩で国境の橋を強行へ強しようとする G 行為を行って、スロバキアを非難した。ありがとうございます。